指摘があったので、それについてちょっとコメントをね、はい、したいんですけど、洋物のエロビデオっていうのはさ、借りてきてみると、あれね、エロビデオなのにね、下に字幕が入ってんだよね。あ、そうなんですか？知ってる？いや、僕知らない。まあ、外人だから、まあ、みんなも、あ、そうなんだ。うん、懸命なリスナーの諸君ならみんな聞いたことあると思うんだけど、うん、あの、Oh, fantastic! とか言うわけですよ。そう、下に、ああ、夢のよう、とか。本当に？言うんですよ。すっげえ、お、それなんか、え？本当に？本当に。もう、会議に変えてみてみようかな。そうです。もう見る前の心拍数がキューって上がってるのが一気にキューって落ちますからね。だってその字幕で肝心なところが見えないこともあるんじゃないですか、もしかしたら。当たり前じゃないですか。それも狙ってるんですよ、その。うわぁ、みたいな。ほんと。でもなんであの嫌な BGM がかかってるんですかね、洋物って。あれね、うん。必ず脱ぎ始めるときにはジャズをかけてね。ジャズとかで。で、ストリップから始まって、で、白人と黒人の男性二人とね、絡むっていうのは、まあ王道になってますからね。あ、そうなんですよ、はい。また今日も皆さん、いいご勉強になったと思います。それでは最初のコーナー、今週の喜怒哀楽、今日のテーマはラック、40秒ぐらいで語ってください。はい、わかりました。あれ今日ね、あれよ、なんだっけ、あの有森裕子さんのさ、はいはいはい、旦那のガブリエルさんさ、はいはい、ガブちゃんっていう人がいるテレビで叩かれてたんだけど、まあ、あんなの叩くのもどうかなと思うんですけど、はいはい、でも僕似てるあの人、え、ゲイなんですか？俺ゲイじゃない。ゲイかよ。まあ、ゲイでもね、ええ、まあ、ごめんね、ちょっと、行き当たりばったりトークで、はい、ゲイかもよ、もしかしたら。そう。たまにね、いや、男の人にも抱かれたいって、安心する胸板だなって感じることあるね。席変わりましょうか。いやいや、それはね、別にね、その人となんか変なことしたいわけじゃないの。うん、そういうわけ、あ、もう、ダメ、時間だ。今週の喜怒哀楽でした。そんなやね。